せーの、パパガールズカッコリーでーす。イエーイ。さあ皆さん、ごめんなさい、お待たせしました。お待たせしました。30分お待たせしました。繰り下げで、はい、お送りしています。はい、今ただいまというか本当に、うん、何十分か前までアンジュルムとのツーマンをやってたんですけど、お台場の方で、はい、走ってきました。走ってきたんですけど、走って走ってきました。おー、なんか走ったよ。いないんですよ、一人足らない。あれ、うん、あれ、あがり朝寝坊したんじゃないのか。食パンおしゃれ、食パンおしゃれだね。まあ、ライブのだもんね。お腹空いたよね。女子力高すぎ。走ってきました。すみません。はい。こんばんは。ライブでおしゃれ。絶対急いでないだろうって感じ。急いでない。お台場でライブさ、ダッシュで電車に乗り。ね、また25歳ツインテールで電車乗ってきたからね。また受ける。この派手なくて体のペースしてまんまだったからね。もうだいぶ忘れるとこ。やば。さあ、数万の話はまた後ほどゆっくりできるか、はい、したいと思います。はい、はい、では、まあ今日はね、うん、なんと、はい、うん、2人にとっては、ね、真ん中の2人にとってはアイアンドとニコンズが最後の、はい、最後になります。で、全員集合、めっちゃ久しぶりです。せっかくなのでということで、今日は全員来ちゃいました。イエーイ、イエーイ。うちなんか7月以来だから超久々だから。待って、割れたら大丈夫。今日は7人で、まあ、できるところまでトークいっぱいやっていきたいなと思います。それではタイトルコールいきましょう。せーの、アッパープガールズカッコカリーの成長カッコカリー。やっぱ7人うるせえな。うるせえ。しかもライブ後だから余計にテンションがね。いや、もうサラッとなんで、もう前列の方からもう何とかですって自己紹介してもらっていいですか。はい、はい、さあ、あかりです。はい、次、千賀くんらみです。はい、次、佐藤彩乃です。はい、古川さんです。はい、森崎です。新井まなみです。関根あつです。はい、ということでショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが前にいますので、どんどんアピールしてください。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。はい、やろう。ランキングの確認。ちょっとね、ライブ後でお腹空いてて差し入れをそのまま持ってくれてきました。じゃあ3位から。はい、3位、フルさん。フルさん、ありがとうございます。ヤギさん、ヤギさん、ありがとうございます。毎日ガクタさん、ありがとうございます。テンション高いね。アジトのツーマン楽しすぎて家でぐったりしてます。やばい、ありがとう。うちらも実はぐったりしてます。ぐったり、まあ、楽しかった。そんなところで、アパートガーズつかんぼかりの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日夜10時からショールームで生配信しているので、ぜひ生でも見てください。よろしくお願いします。お願いします。では、もうここからはこの1週間をじっくり振り返っていこうと思います。はい、まあ、といっても2項目しかないんですけど、1、うん、はアプガのバスツアー。イエーイ。バスツアーっていうのは初めてだよね。初めてだよね。ツアーの一環でやったことあるけど、バスツアーっていうのは初めてで、ニコノンの卒業旅行ということで。はい、どうだった。いや、早かった。あっという間だったの。それで、ね、わかる。そう、よかった、ね、でも本当になんか盛りだくさんの内容で、あの、もうライブとかもなんかもう短編じゃなくて長編、もう90分めっちゃみっちりやったりとか、あとその2日目はあの皆さんと一緒にジャム作りしたりとか、そう、一緒にね、あのブドウ買ったりとか、やっぱカッコカリってついてるだけにカリはすごいなんか皆さん盛り上がったりして。荒いよ、ね、いい話してんのさ。荒いさ、ほら怒っちゃったの。おんさん可愛くないよ、おんちゃん早くないよ、ね、可愛い顔して。そう、しかも、最後の最後に本当にファンの皆さんからのサプライズで、あの急にあの手帳というかアルバムをいただいて、ファンの皆さんの顔入りのこうメッセージ写真をいただいて、いや、こんなものをいただいたの初めてだし、本当に知らなかったので、皆さんが1枚ずつ写真撮ってね、アルバムしてくれたんだなと思って、もうこれを見たら一生顔を忘れないなと思って、ね、本当に大切にします。はい、ありがとうございました。私たちお部屋訪問とかあったじゃん、うん、いつの間にっていう感じじゃないですか。ね、本当にだから部屋訪問もだって結構遅い時間だったじゃん。11時とかライブもあったから、うん、うちら騒ぎすぎたしね。やばいね。その後だから相当夜中までかかったんじゃないかなと。あ、タワーが届いてますね。リスペクト。アイテッポユッツさんからタワー来てます。ありがとうございます。
です。嬉しい。他のメンバーどうでした？バスツアー。あのですね、バスツアーですね。バスツアーの時に、うん、メンバーと人生ゲームをしたんですよ。あ夜。明かりがね、キャリーの半分に詰めてきたね。二回目のあれはいつぶりだろう。1年ぶりとか温泉だよね。香川温泉で1年ぶりぐらい、1年ぶり2度目ぐらいの人生ゲームをですね、うん、持っていきまして、ね、3時までやったね。そう、もう結構親も終わって遅かったんですけど、3時半間、そうおかしいよね。はいよね。こんな機会めったになかったから、ね、最後の人生ゲームだねっそう やりました、はい、すごい楽しかった。楽しかった。なんで別れて人生ゲームが強いのね。本当に前回も別れ勝ってたよね。確かに確かに、ライブゴールだったよ。マジ、え、なんか仕組んでんの。仕組んでない。わかるわ、仕組んでない。ヨナヨナめっちゃ練習してるっしょ。やばー、あれさ、練習しようなし。人生ゲームどうやってやるの。順番だったかもしれない。受ける。そんなこともあり、2日目はジャムも作ったりして、うん、本当に楽しい楽しいバスツアーでした。またやりたい、やりたい、やりたい。じゃあ乗客で行く行く行く。添乗員、わかった。運転手、運転手やるわ。いや、運転手ちょっとやめよ。怖っ。何、あなたまた免許取らないとでしょ。大型、大型の。やば、すげえ楽しい。でもそれやばい。まあ、そんなバスツアーもあり、そして先ほどまでアンジュルムとのツーマンを、やってきましたが、うん、まあ、アンジュルム VS アップアップガールズカッコカリサンキューディアマイフレンズということで、まあ、かつてね、うるさいな、かつてかつてハロプロエコとして活動していた仲間だったりとか、はい、まあ、あまりこう企画が被らなかったけど、うん、アンジュルムって熱いグループだったので、うん、どっちが本物のライブアイドルかっていうのを、まあ、昨日に頂上決戦というか、うん、でもなったし、うん、お互いの曲もやったりしたんですけど、はい、どうでした。もう最高の極みでしたね。極み、なんか言葉がやばい。極み、楽しすぎてごめんなくなっちゃった。元々こう、うん、お互いライブこう見させてもらったりとかしてて、うんうんうん、絶対相性いいだろうなって、うんうん、なんか思ってたから、うん、なんか実際やってみてやっぱりすごい気持ちよかったし、なんか楽しかった。何、私たちも多分ファンの皆さんもアンジュのみんなもなんかみんながこうなんか変なこう無茶することなく気持ちよく盛り上がれたというか、うん、確かに、なんか嘘ないこのあの盛り上がりだったような感じがして、うん、なんか本当に一つのチームみたいだった、うん、全部自分たちの曲なんじゃないかっていうぐらい本当にノリがこう相性がいいというか、うん、だからさ、コラボとかさ今回すごい多かったけどさ、うん、お互いの曲やっててもさなんか違和感とか全然感じなかった。その通りよね、コメントになんか似合う似合わないとかがないっていうか、うん、そうそうそう。アペガのライブ初めてだったけど楽しかった。嬉しい、ありがとう。結構いらっしゃったと思います。嬉しい。しかもその人が見てくれてるってことね。ね、初見です。僕の周りではアペガの評判良かったです。嬉しい、ありがとう。嬉しい。ツイッターでつぶやいたら本当に楽しかったよって。楽しかった。もう一回やってほしいっていうリプもあったりしたので、もう一回できるようにね、うん、今度来てね、行きます。個人的ハイライトはね、あのバルバラアイラビューをこうアンジュのみんなとコラボ、みんなじゃないか、あの年末メンバーでやったんだけど、ソリカコと最後それまでは我慢の肩思いで最後バラバラ実らせるじゃん、はいはい、それをリハではこうずっと照れててハートしかできなかったんだけど、最後抱きつくことができました。おー、よかったじゃん。いやー、マジでそのハンナ、あ、なんか抱きついた後のリカコの顔がもう本当になんともいないブサイク具合で、やめなさいやめなさい。そうだよね、リカコ、こらいい言葉を選びなさい。いや、ムサイクすぎて可愛かったの。独特な顔と言いなさい。そう、あのリアクションがね、独特だよね。最高。私が待ってた顔はこれだと思って本当に最高だった。本当に俺得でした。ありがとう。おいこらって、おいこらってほらみんな怒ってるよ。可愛いの、可愛いの。いまあ、その後ね、神子クレオさんも本当に天使。神子のチーム。可愛かったね。可愛かった。本当にもうずっと眺めてたい。まだ神子だもんね。大好き。え、なんかね、あの青空、うん、いつも最後の袋のみたいなあれの時に、あの最後ね、あの隣だったの、うん、そうだね、神子が、うん、でなんか神子ずっと歌いながらね、なんかムフムフ笑ってる。可愛い、可愛い、でなんか
結構リハの時からなんか私とカミコがやばいね歌詞やばいねって言って、うん、そう話しててなんかそれがちょっとうまくいったのかなって思ってなんか微笑ましかったすごい。あーかわいい。めちゃめちゃ可愛いじゃん。なんかさ、なんか可愛いと言ったらさ、竹内も今日可愛かったよね。可愛かった。綺麗なうちらの確率そう、ね、なんでだよ。ヤッホーって。なんか俺の携帯をね勝手に撮ってたの。動画撮ってたの。そう、一回ロック解除されてたよ。えぇー、解除された。怖い怖い。ロック解除したー。えぇー、怖い怖い。またこんなわけないでしょ。話してみない。まあ話尽きないのでまたやれるように頑張りましょう。はい、じゃあそんな、まあこう主催と言っていいのかな。そうだよ、主催がきっかけになったサホさん、どうでした？いや、なんかなんか始まる前とか最初もてかライブ中はすごいなんかやっぱり、まあ、負けたくないっていう気持ちももちろんあって、なんか負けられないっていう気持ちもすごいあったし、なんか本当に純粋に楽しさにもう心がなんか楽しい以外の感情がないぐらいのすごい本当に楽しくて撮ったんですけど、こうアンコールで彩香ちゃんと2人で歌ってる時に、こうファンの方が赤と黄色のサイリウムにしてくれて、綺麗だったね、あれ。なんかそれを見た時にちょっとなんか、あ、なんかこうやって別々のグループで活動してきて、なんかなんだろうな、こうなんかいろいろとこうそれぞれで経験してきたものをここでなんかぶつけ合えてるのがすごいなんか嬉しいことだなってちょっとしんみりしたりとかして、なんかいろんななんか楽しかったし、なんかこう今までこれまでアプガでなんか7人の積み上げてきたものをこう見てもらえたっていうのがすごい嬉しかったなと思うし、なんか7人最後の対バンがアンジュでよかったなって思った。よかった、本当によかった。最高、あかりとアンジュ、あかりとアンジュ、ありがとう。あかりとアンジュ、なんでだよ。ね、あの下割れ子渋谷でのライブの、あ、そうあれ結婚したみたいで、ね、大成功だよね。多分もしかしたらいらっしゃるかもしれない。それ見てた方いるのかな。確かに初だからね。渋谷タワレコ行った方、渋谷行った方、世界初だよ、世界初ね。渋谷で見てた方いますか。カノンちゃんもね、見に来てくれてね。もっとハラプラックの猫もね、いっぱい来てくれたよ ね、来てくれた。オリーブエイクだったね。ね、気持ちだけ渋谷に。なんかツイッターで見てたら現地の方多いね。ね、間に合わなかった多いね。現地の方が多いのかな。そんな感じ。そうだよね。ありがとうございます。DTV の生中継もされてたんで、それを見られた方もいらっしゃるんじゃないですか。配信か現地の方が多いですね、ね、今ね。ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとうございます。さあ、まあアンジェリーとのツーマンも終わり、残す7人のライブは、はい、あと15日のみです。はい、もうあーなんか知らないわ。1回なんだ。なんかさ、この間もさ、うちボソッと思ったボソッと思ったボソッと言ったんだけど、7人で踊れるアッパーカットあと1回しかないんだよ。こんなにアッパーカット歌ってきたの。そう、何百万回もやってきちゃうもん。絶対大変な時やったやった、絶対やってますよ。めちゃめちゃ一番やってるよね。一番やった、一番やってる。確かにだってその、何百万回もやってよ。なんかステージ以外も入れたら行ってるよね。そうそう、やっぱプライベートでもよく踊るじゃん。踊る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 。でもあやのカラオケで一人で踊ったり、そうカラオケで、そうアップが入ってる曲全部歌ったから、ちゃんと踊りつきで歌った。全然あれ口が落ちかない、みたいな感じだった。やばい、疲れんだ、一人で歌うと。本当ね、15日になってしまいましたが、血が止まるんだよ。15日どんなセットリストになるのか、どんな熱いライブになるのか、今日より熱いライブになること間違いなしだね。なりますよ。今日も本当に熱かったけど、いやもうアプガのライブあれだもんね、常に命がけって言ってるけど、いや本当に命がけだから。めっちゃやばいよ本当に。久々にさ、一回やった時にマジでやばかったもん。こんなんもう久々になんかさ、そのままさ、はけてさ、そう、ベタンそう、やばいやばい、本当に
に酸素カプセル、なんだっけ、酸素カプセル。お金かかるよー、お金かかるよー、やばい、ジャッてステージ上やばい、ウケるよ、酸素ボンベ、そう、酸素スプレー、ボンベ、めっちゃ面白いじゃん、いいね、ジャッてかかって、もう本当にそれがマジ勝手にカプセル入んなよ、マジで天井からバサッと落ちてきてほしい、十何個ぐらい欲しい、マジでめっちゃ面白い、いや、本当にお客さんの方にもバラバラしたいもん、いや、面白いな、それぐらい本当に激しいライブですので3時間たっぷりお届けしますので、はい、皆さん、はい、T シャツの替え、タオル、水分は必ず持ってきてください、いや、本当にこれ、いつも以上に持ってきた方がいいよ、本当に、ね、カードも2枚ぐらいあった方がいいと思います、2枚で足りる、汗とか涙とか拭くと思うんで、たくさん、もういいよ、自分の思った分だけ持ってくる、とりあえずカバンに詰め込めるだけ詰めてきてください、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まあ、生配信も決まったしね、そうだね、見てほしいです、でも、あの、別に、あの、一緒に盛り上がりたい方はもちろん盛り上がっていただいて構わないですし、あの、無理は全然し、あの、私たちが、あの、このね、7年間の生き様を皆さんに、あの、見てもらうために全力でライブするので、はい、あの、自分無理なく、あの、見に来ていただけて大丈夫なので、ほんと、今日初めてね、あの、アップを見たよって方でも全然遊びに来て、はい、あの、はい、一緒に楽しめるライブを心がけて頑張りますので、はい、ぜひ気軽に、気軽にね、こんなこと言ってますけど気軽に行きづらいわっていうね、気軽に遊びに来てくださいね、怖くないよ、あ、怖いわそんな中ですね、ガクタさんからタバコ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、まあ、はい、いい感じに盛り上がってきたところで、はい、コーナー行きましょうかね、コーナー、はい、題しまして戦場カッコカリを振り返って、イエーイ、イエーイ、いいよ、イエーイ、中から振り返っちゃう、みさんとみさんにとってはラストの戦場カッコカリ、そうなんです、ということでここからは、はい、2人を中心に番組を振り返ってみたいのですが、はい、この番組いつ始まったか知ってますか？4年前とか？2014年だ。この2人出れなかったんだよ、ね。ちょっと見たでしょ今。台本がちょっと見ちゃった。去年もちょっと私ちょっと知ってるみたいな感じだよ。2014年の5月にこの番組がスタートしました。はいはい、でまずちょっとだけなんと初回の、はい、初回って誰が出るの？誰が出るの？誰が出るの？思います。それではお願いします。お願いします。5人じゃない？5人だよ。やばい。ああ！衣装着てる。若っ。なんかブス。やばいね、こんな強い衣装で出てきてたんだ、まずね、この回でタイトルを決めました、そうだ、カッコカリって、あ、思い出した、思い出した、この回で私たち電話で出ました、確かに、あ、かまん、あ、まだじゃない、まだじゃない、まだじゃないと思う、次かな、初回は出てない、早速自己紹介をさせていただきます、はい、メンバー一足っかきの19歳佐藤彩乃です、え、かわいいのじゃん、この衣装懐かしい、パンパン、確かに、仮は返すでとか、え、若い、ね、髪が茶色、もう茶色、いや、茶色わ、茶色わ、茶色わ、変わんないな、変わんないな、確かに、髪の色だけだ、めっちゃブリッコしてる、こちらがでもブリッコ言うな、みんな見て、手袋して、今も、おーい、今もブリッコのやつ、前髪クオリティがいいですね、赤ちゃん、赤ちゃんだよ、めっちゃ赤ちゃん、すっぴんじゃないの、これね、生まれた方なのかな、あかりちゃん、今ね、今ここにみんなちょっと緊張してるじゃん、あかりちゃん緊張してる、全然不慣れ、あずさちゃんとブルーの新井まなみちゃんもいるんですけども、あの時間の都合で2人はお休みということで、この5人で、はい、そんな感じで、懐かしい、まだ ね、 やばいね、18歳じゃなかったので関根と新井はいなかった、まだ16とかだと思う、そう、そうだよね、高校生でした、まだそんな前だよね、人、そうか、私18ってことだ、あれでも元の時間が早くなかったでしたっけ、もともとですよね、変わってないんです、あれそうでしたっけ、そうで、その年に確かいろいろ懐かしい、衣装で出てたね、衣装もね、懐かしいって思ったりとか、ね、いつの間にかこんな出張で出るような気が、覚えてる、初めの頃の、まあ初回はタイトル決めたりとか、うん、ね、やったやった、私は本当に家で見てたもん、え、そうだよね、まあなんか常に連絡してくれてたもんね、今は慣れたけど、あの話しながらコメントを見るのがすごく難しかった、うん、そうそうそう、確かに、確かに、なんかコメント見てると黙っちゃうしみたいな、わかるわかるわかる、
タイトルコールが言えない。あー言えなかった。だってごめんね、戦国さんに関して今も言えないよ。そうよ、最近も言えなかった。そうよ、じゃないよ。すごい最後なのよ。そうなの。いける。そうだ。あとね、最初の方はやたらと地味な戦いをしてた。あのコップの水をギリギリまでやる超面、誰が表面張力、表面張力とかやってた。やってたね。そうだ、やってた。あと豆つかみとかやってた。やってた、やってたね。やばい、やばい。そう、いろんなバトル多かったよね。そうだね、センチャリだからっていうので、なんか確かに、なんかたまに勝負がない時すごいさ、なんか大丈夫かなって。確かに。ね、印象に残るもの？なんかそれぞれのコーナーとかもやったじゃん。うん、ねえ、そう。これ楽しかったとか、これきつかったっていうコーナーはあります？私のコーナーの登場回数が少ない。確かに。え、何やってたっけ？何やったっけ？え、ほら知らない人にポジティブ変換。あ、そうだ、ポジティブ変換だ。逆にモリティのコーナー、絶対に終わったらいけないモリ22時だけは、あのね、そうだよ、他のさ番組でもやったよね。やったね。そう、あのそれ申し訳ない。だから予備でこっち2つあの時間があったらって準備されてると、うん、私のコーナー飛ばされて森さんのコーナー行きましょうって言われて、いや私はみたいな。本当にみんなさんが協力して、みんなさんで、みんなさんが協力して、本当だよ、いつも取られてた。私全然決まんなかったよね。懐かしい。確かに。何回変わった？え、もう結構5回ぐらい変わってると思う。で、そんで、なんか最後のそのなんか照れたら負けのやつ、うん、のやつはあれがもうできなかったら打ち切りだったのよ。あ、もうこんなん持てない、持てないみたいな感じ。でもやっとそれでね、あの定まったのに。ほら、みんなあやにめっちゃコーナー変わってるね。やってなくない？え、定まってすっごいやったの。あ、そうなの。でも全然照れないからつまんないっていう。どっちやねん。そうそうそう、どっちやねん。うちは18歳になって初めてのショールームで荒山奈美祭りをやらせてもらった時かな。何やったの？何だっけ、覚えてる？なんか自己紹介から始まって、みんなに荒山奈美が好きなことを書いてもらって、せーのでドンって合わせたりとか、答え合わせたりとか。はいはいはい。とりあえず3年ぐらいやってるのにやっと出れた回だったから。あ、そうだね。そうそうそう、ずっと出たいって言ってたもんね。 そして、なんか初期は戦国さんのファッションが問題になったっていう。え、ね、ショールームでさ、ブーツ間違えてきた。あ、ブーツは間違えてきたと思うんだけど。え、そうでしたっけ？最後間違えた。靴下でしょ、靴下。あ、靴下も。靴下じゃ、サンダルに靴下を履いてくる問題について、それがどうなのかっていう。うん、今でもね、今でも冷えるんだもんね。そうなの、冷える。あとね、擦れるんだって。そう、擦れる。擦れる。それはさ、靴変えろよって。あ、ちょっといい靴買って。言葉もやったよね。やったー、クリスマス楽しかった。あれ楽しかった。全部自分たちで準備したけどな。鍋とかね、やったね。自分たちで買ってきたり、ね、地元でね、地元の特産品とか買ってきました。あ、しました。楽しかったね。まあ、そのなんか最近だと、佐藤さんは佐藤さんとの人間関係問題、よくあるけど、まあでも相関図とかやったよね。あ、やったー。やったー。超懐かしい。懐かしい。うちも相関図やりましたよね。あれ面白かった。なんかお互いどう思われてるかみたいな、面白かったよね。ていうかさ、その当時、その開始当時のさ、組み合わせによってのさ、そのこのなんか距離感みたいな、面白かったね。なんか他のメンバーがやる人もちょっと気になったもん。え、あの人たちがやってるとどうなるんだろうみたいな。だからうちがショールーム出るようになって一番やってほしいコーナーはって言ったら、相関図ってめっちゃ言われるよ。へー、そうなんだ。そう、みんなみと小夏の関係面白かった。面白かったよね。いや、面白かったよ。言ってる人いる？ちょうど何人かいるよ。結構いるよ。そうそう、書いてる。ちょうど、ミーコの関係。私ママちょうど思い出せて、うんうんうん、え、違う、私が、ミーコのことおもちゃみたいな書いて、で、なんか おもちゃだと思われてるみたいなことを、書いて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 、あ、ぴったりあったんだ。へぇー、そうだ。え、すごいと思ったよね。そう、お互いそう思ってるんやっていう。お、3000人超えました。おわ、ありがとうございます。ありがとうございます。今書いたらどうなるんだろうね。ね、確かに。また変わってるんじゃない？面白い。やだよ、そんなの。悪いけど。確かにね。そんなの、切ないの。ね、皆さんも、皆さんいつから見てるんですかね、結構。ね、ね、でもさ、徐々にやっぱさ、視聴者数も増えてきたじゃないですか、ありがたいことに。え、
初期回も欠かさず生で見てるって人いるのかな。皆見賞も皆見賞だってアップがだって皆見賞いないからね。メンバーカウルダウンやってるから1回目から1回目から欠かさず生見てきましたっていう。今日見てる、嬉しい。今日からっていうのもすごく嬉しい。今日からも今日初めて初めて見るのも奇跡だよ。ありがとうね、本当にありがとう。それもみんなでアバター考えたりとかしたね。去年からあ、初回からも全部でした。すごい、すごい、すごい。あとは YouTube にも上がってるから YouTube で見てくれる。全部見たかも。いる、すごい、いる、いる、ほんまにいる、いるよ。ショールームやる前からさ、え、すごい、いろんなことやってた。今日が初めてって方またいる。え、すごい、どっちにしろすごい。ありがとうございます。平日の夜にさ、結構難しかった。この時間に毎回生で見るっていうのは多分なかなか落ちるね、落ちる。いやでもなかなかみんなこう帰るの遅いじゃん。でもさ、なんか誰かのライブ後とかはちょっとしんどいよね、みんな。しんどい。確かにね。なんかこうよくさ、移動中とか見ててさ、通信制限かかった。そうね。そう。なんかちょっと苦しくなる。毎週やっちゃってたからね。本当に皆さん見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。では次のコーナーに行きたいと思います。はい。コーナーというか、うん、まあせっかくなんでここからはみーことあやのとそれぞれ、何分ずつですかね、2分、 2分ずつ、うん、2対1でお話ししていきたいと思います。すごい。なのでモーニー、まずは渡すさん、はい、みーいちで話したいと思いますので、はい、はい、それ以外のメンバーは一旦お疲れ様でした。はい、一旦開けます。開けんのか。はい、バイバイ。3人きりってこと？そう。バイバイ。バイバイ。なかなかないよこの対談。バイバイ。私いるんだ。私いるんだ。あ、ゆいかめさんからタワーが。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。まあだから、まあ、話す内容としては伝え、はい、あの何今伝えたいこととか、うん、9月15日に向けてとか、はい、何したいとか今まで。の活動振り返ってとかなので、うん、ほう、前来ちゃう、前来ちゃって、よしこいして、挟み打ちだよ、挟むんじゃうよ、よし、では、はい、2分間スタート、ペン。いやまだ本当に大変だったのよ。あんた、あんたね、本当大変だったのよ。一人目でこれは続いて。皆さん言ってやって。ね、本当にもうね、楽屋は散らかしっぱなしだし、もう全然笑わないし、全然そう。一回教育係だったよ。教育係だったの私は。ゴーイング前目の時です。そうでも私もほらちっぽけだからさ、なんかもうどうしていいか分かんなかったよ。渋谷アックスでめっちゃ怒られたの覚えてるもん。そうだよ、もう大変だった。ね。でもなんかそれが今じゃそんな結構進化してね。うん。なんか MC もやっちゃったりとかいろんなねメディアに出て頑張ってるのお母さんと思います。笑わなかったんだよ本当に。全然笑わなかったよね。びっくりするぐらいですね。代官山と六本木決戦と横浜ブリッツの映像見てみてください。やばいからねえ。そっか、今日のライブすごい楽しかったけど常に笑顔だった気がする。ねえ、みーこ喋ってっていうコメントが。みーこ何もないの。いやーね、なんでしょう、なんか最年少と最年長だけどなんかよくおんぶしてもらっおんぶしてたおんぶしてたし、してもらったとかね、なんか泣いた時はよくねこうさっとくる感じとかね、ちょっとかっこよかったなって。確かにその光景すごい見てた、うん、ね、そう、うん、なんかで感動とかなんかあって泣いてると絶対新井さんが横で、うん、妹がよく泣いてたからこうやる癖があったんだよ。いやね、すごいよ。なんかお母さん、お母さん。そう、まあでも別に一生会えなくなるわけじゃないからさ。待って待って、この人は約束を守ってくれないんですよ。約束ね、行こうね、読売ランド行こうって言ってんの。読売ランドに行こうっていう話をしてるのに連れてく、連れてく。そう、大丈夫よ、連れてもらうの。そうね、そうだからみーこは舞台とかあったら、うん、舞台見に行くし、ありがとう、映画も見るし。さあ、はい、9月15日に向けてね。いやどうしようかな、ね、いや本当に、うん、だってマーナはなんか会うたびに、うん、なんかあとちょっとだねとか、そうもうちょっとで5人のアップがだとか、なんかすごい言ってくるの。会うたびに、ね、そうなんか SE になってる時もあこれ5人になるのか、変わるのか。そうめっちゃ言ってくるんだけど、でもね、あのマーナともあの笑顔で最後の思い出作りたいなって思ってますので、うん、笑ってねたくさん。オッケーね。はい、大丈夫だと思うよ。さあ
終了ということで、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとう何 WBS って、わかんない、全くわかんないからさあおお、あ、今ですか、今待って待って、うちが喋ってる間何見てるみんな、すごいじゃん、ワールドビジネスサテライト、サテライトだ、映ったって、すげー、放送中らしいです、すげーな、いいよかな、みんな同時進行で見てね、すごい、すごい、ちゃんとあやちゃんが映ってるって、地上波でアイドルさん出てるよって、うちらだうちらだ、すごい、ありがとうございます、あ、すごい、いやもうなんか対談とかもう世界初よくなってきちゃった。じゃあ大きくなるんだよ。大きくなるよ。はい。はい、じゃあ続いてハズ。はい。はい。そこの進行はお任せ。はい。おいでここ。チリンチリン。チリンチリンいらっしゃい。失礼します。どうですみこ。どうです？もうお母さんからなんか。お母さんから。でも。どうしての投げ。まずは。あの本当に意味のわからん人間だなって思って毎日毎日なんか人が変わるんですよ。いやそれはちょっと語弊があるそうなんか語弊がめっちゃ女の子だなっていうので、ね、そうでもね、はい、あずは、うん、あのそうファッションとかそうメイクとかのこともね結構ねいろいろあったもんね、いろいろあったっていうか、いろいろいろこうなんか同じ相談乗ったり乗り合ったりとかね、そうそうそう、確かにそうね、いろいろあったね、いろいろ乗り越えてきたね、そうそう、いろいろ乗り越えてきた中なので、すぐ下がっちゃった熱をここ下がりやすいから、いろいろあったね、うん、まあでも、ね、アズのおかげで私も受信力保ててたなって思います、うわ確かにいやいや、ほんとね女子力の塊だから、なんかやっぱアズにこうねあの髪の毛やってもらったりとかなんかいろいろコーディネートをああだこうだ言ってもらったりとか、でもねこんなこと言うけどね、なんかの質問、うん、なんかメンバーの中で唯一嫌いなメンバー誰ですかって言った時に席にあげたの、うん、しかもなんか女の子女の彼氏とか嫌いだって言われたのえそんなズバッとあったよね、言われたことある、あったあった、本当に私それ今でも根に持ってるよ、怖い違うんです、すごい褒めてるんだよ、だってこんな女子はアプガにいないじゃないですか、アプガみんなほとんどなんか女子っぽくないからなんかこう女子力のあの関根さんだなと思っておりました、本当にありがとうございます、はいごめんね、なごんちゃうこの時間なんか楽しい ねこの時間、なんか15日に向けて、うんね、あずは、うん、あの15日目を合わさないって、そうなの今日だ、ね、かもうおはようございますって会った時から合わない、でもねそれでもいいのって言ってんの、いいよ最後だよ、いいよ最後に、そんな目合わさないとかってあるあるでもだって私泣いちゃったら歌えないんだもん、大丈夫気持ちがあるから大丈夫大丈夫、その君の美しい涙も見せてこう怖い怖い、あとでもすごい最近寂しいって言って毎晩 LINE 来るから、うん、でも大丈夫だよっていつでも心の中にいるよって言ってるんで、うん、だから死んだみたいに言わないでって話ね、いつもこれ言ってくれる、心の中にいるよって、そうありがとう、みこはそうね、でもなんか関根さんが号泣して歌えなくなるのもちょっと見たいなって思うから見たい見たい、だってこの間のさ ZEP のファイナルさ関根さん泣いてたんだ、そうだよ、みんなにバレないようにしっかり泣いてたからね、最後のねベイオブ泣いてたっていうのを私後から知ってこう一緒に立ってる時気づかなかったの、うん、だからそれの再来をねあのね願ってる、再来ってないよ、でも静かにさーって流しても私気づかれないようにありがとうございました、ありがとう、じゃあ続いてはさこさん、はい、お元気でね、 I miss you、 さこさんだ、失礼します、憧れのさこさんだ、あさこさん緊張する、三者面談みたいな、いいよ二人さ気まずいコンビ最後に会話した方がいいんじゃん、いいよいっぱい喋って、気まずくないもんね、うん、みんな気まずいっつって、嘘嘘、みんながそうやって言うからさ、そうもっと意識してさ、そうだよ、気まずくなるんじゃね、気まずいんかいでも私みんながそう、私あれだよ、あかりの一人でのこの前の放送を昨日夜、うん、
寝る前に見たの。やめてやめてよ。そう、 You are the best のやつとか、あとなんか水面下の絆があるっていうのを話してたから、うん、あるよねって思って、うん、あるよね。そうですね、でもあかりともちゃんと約束を果たさなきゃいけないんで、うん、カフェに行きたいなって思います、うん、ありがとういいんだ。絶対さあ私のせいじゃないと思うんだよね、距離縮められないの。まずい、違う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 、こういうなんか公の場だとなんか緊張しない？あ、分かる。でみんなが絶対言うからだもん。そうそう、それ冷やかしみたいな人ね。そうそうそう、ダメね、喋りなさい。もうこのいいの、画面通じて画面越しで合ってるから、ここで合ってるから、モニターで合ってるから。全然合ってないね、お化け屋敷で止まってる。あ、お化け屋敷ですね。うん、でもなんかそういうちょっとなんか話せる話題があると結構いいよね。うん、めっちゃ話すんだけど。そうそう。でみーこはいや面白いね。でも今日なんかいい感じに2人が同じような色着ててなんかペアルックみたいな。そうそう、うん、合わせてきたの。そうそう、双子コーデ、双子コーデ可愛いじゃん。いやもうね、もうあかりはねいっぱいね遊んでもらって遊んでもらって、なんかよく雪の国に行くと、国雪が降ってるとこに行くと雪の中に投げられたりとかなんかすごいいろんなすごいいろんな被害を受けたけど、うん、まあでも楽しかったなと思って、いっぱいじゃれ合えた中でした。赤ちゃんとはなんかね、みーことはね、うん、あのねスタンプをねめっちゃ送り合うのかな。あ、送り合うね。それそれすごいね、好きなスタンプがあるんですよ、2人の2人の中の2人で好きなスタンプがあって、でそれをなんかめっちゃ笑えるんだよね。笑えるよね。そんな面白くないんだけどいや他の人だったら絶対通用しないよね、うん、でもそれをずっと2人で送って爆笑するっていう、はい、最近もうやってます。そう、何年か前にずっとやってて、最近久しぶりにやったらめっちゃ笑えたよね。またそうなの、やっぱあのスタンプいいね。そう、いいね。はい、やってます。じゃあ15日に向けて、はい、15日ね、たくさんじゃれようね。うん、絶対目合わせてくれないと。じゃれようねって、じゃれようね。やばい、そうですね、うん、だから気まずいって。私に対して何もないわけねえ、みーこに対してはさ話してたけどさ、ないわけ。あ、多分引退するんだよ、うん、しばらく会えないかもしれないんだようん、あるよあるよあるけどさ、言ったもんこの間そういうんで。おー、何？あ、分かった。そうだよね、あれだよね、卒業したらまたいい関係性になれるかもしれないっていうことだよね。そこだけ取ったらすごい嫌な感じだよ。嫌な感じだよ。わ、4000人超えました。ありがとうございます。それだよ。わー、4000人が増えてるから。まあ、あかりとはね、これからもね、うん、2人もカフェ行く約束してるっていうしね、うん、私もどっかで行きたいなと思ってるから、うん、はい、ラストのライブも、はい、いっぱいじゃれたいと思います。はい、はい、頑張りますありがとうございました。ありがとうございましたじゃあね。なんやねん、バイバイ。ほんと最後までなんか話してくんなかったわ。目を話し、やばいじゃん、やばいじゃんじゃあ次、さきイエーイ、ね、森さん、まあ食べないよ、ほら、ありがとう、大丈夫、食べないの、うん、もう遅い時間だしさ、なんでずっと抱えてんの。そうそう、今日は新しい衣装着てさ、うん、ちょっとあんま太れないなって思ったから、あれ、うん、やめるわ。そうだね、私も太りそう。いや、いっぱい食べない、いっぱい食べな、食べる食べる。そうそう、そう、どう森木、さっきは結構なんかいろいろあるって思ったんだけど、うん、なんかね、最近すごい思ったのが、心の中すごい浅いなって思った。最後に待って、最後にぶっ飛ぶじゃん。最後にぶっ飛ぶじゃんよ。違う、この前昨日か収録してきたんだけど、いやもう内容が浅すぎて、いやあれはあえてだよ、あえて。いや私は結構あるよ、ほら横浜のさオムライス屋さんでさ、うん、私たちキャラないねっつってさ、うん、オムライス食べたじゃん。あっただいぶ前の話だけどとかさ、ほらね、海行ったじゃん、海、海もだいぶ前の話だよそうそう、最近で、最近でなんかないの。ペラペラモレティ、ペラペラモレティやべえ、あんなにマッチョなのに。でも最近、うん、
は、うん、あの私森崎があのご飯めっちゃ食べるっていうことを知ってから、うん、ご飯の食べ方がすごい気になっちゃってて、もう最近森崎イコールご飯食べるとき怖いみたいな、そういうイメージしかないから、ちょっと15日に向けて私はいい思い出を作っていきたいなっていい思い出作ろうね。いいな、作ろう、うん、でもなんかのんちゃんはすごいなんか悩んでたじゃん、オムライス食べながらどうしようねとか、うん、その時になんかその煽りキャラっていうのを、煽りキャラって煽り隊長っていうのを見つけてこうなんか自分でこうなんだろう、前に向かって突っ走ってた感じがすごいかっこいいなと思いつつ、あ、私も置いてかれないように頑張んなきゃなって思わせてくれたんだよ、うん、のんちゃんありがとう。マッチョ頑張って、頑張る、うん、はい、最近マッチョ、マッチョからついてきたから、はい、本当に、ま、森さんはもう本当にそのままマッチョキャラと、うん、あの何食いしん坊キャラを突き通してって欲しいなと思います。なんかみーこが、うん、もう一気にだけド S じゃないですか、それは結構私嬉しかったのなんかだってさ、こういうの出すのモリティだけじゃん。いや別に、だからなんかあ、モリティはすごい心を開いてくれてるんだなと思ってすごく嬉しかったよ。本当、うん、なんか開いてるっていうよりか拒否してるんだけどいやでも、うん、楽しかった、楽しかったよね、うん、森さんは楽しかったあっさいな、森さん楽しかったよ。ちょっと15日に向けてどうする、だからいい思い出を、まとめんなよまとめないでよいやでもね、そう、楽しみだな、なんかね、うん、15日、いや本当にもらい泣きとかしそうだけど、うん、でも私はちょっと笑顔でね、うん、あのね、ちょっと先に泣いてくれないんだ、よかったよかった、ちょっとちょっと浅いなー、そんな違うよでもね、いっぱいほら私たちさ、アッパーロックのさ、うん、ダンスダンスダンスの時のこれ毎回目合わせるじゃん、うん、今日もアンジュルームとの対バンで合わせたじゃん、うん、あとみこちゃんはそんな合わせないんですよ、なんだっけな、どっかであるじゃんどっかであるじゃん、コンタクト取る瞬間そんな合わせないよ、あらあら、ジャンプ、ジャンパーとかね、ジャンプの時とかさ一斉飛ぶよ、はい、ジャンプの時に、だって隣に森しかいないんだもん、その時どこから合わせるんだよ、アイコン、とりあえずあの15日までにいい思い出作ろうね、う、頑張ろう、いい思い出作ろう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今食べてね、ずっと浅いね、食べてどんどん浅くなって元気になって、じゃあ次、このつ、さあ、最後です、はい、いや、みんな大好きかなっちゃんだよ、ありがとう、あれ1分でいいですかねなんかすごいね、2分じゃ足りないでしょ、こなっちゃん、ごめん、怖い怖い、ラスボス怖い、浮かれすぎてちょっと綾野の足踏んだ踏まれた、踏まれた、いきなり踏まれた、いやいや、あ、ちょっとダメ、今ちょっと筋肉痛だから笑わせないえこなつは、うん、このつは実際そのアップガに入る前から、うん、その、うん、あれ舞台でそうミュージカルでそう一緒だったから、カツをこう中心にあの回そう回そう回そういろいろ広げてもらったみたいな感じがあって、まあそこは感謝してるんだけど、なんかもうこう年月が経つにつれてすごい調子乗ってんなっていうのが私の中であって、調子乗ってる、なんかね、か弱いことをいいことにすごい調子乗ってんなって、本当だよ、マッチョ使いすぎだぞ、じゃあ愛情表現じゃん、全然キャリー持てないって、缶開けれないって、あれ全部なんか私は実際全部できるんじゃないかなって怖い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 、それは怖すぎるじゃん、もう怖い女やん、こなつ、でもなんかその、まあ、こなつのその、うん、まあ、うるさいって言ってもなんか、まあ、例えばあかりとかに嫌だ嫌だって言われてもめげないその強い心すごいなって思います、だってあかりのこなつのこと好きだもん、すごい嫌な顔してる全然違うって言ってる、すっごい嬉しそう、ニヤニヤしてる、ニヤニヤしてる、ニヤニヤしてる、調子乗ってんなって感じやばいな、そうそう、だけどだからなんかそのポジティブな心をこれから頑張ってなんか私もそれは問題ない、あ、そう、なんかさ、舞台のさ、あのさ、帰り道の電車の中でさ、うん、言ったよね、うちらがとなんか足して2で割れたらすごくいい成果、本当にそれ、うるさいのもなくなるし、そうそうそう、そう、静かなのもうちょっと悩んだ方がいいよねって話え、もう真逆すぎて、そうそう、ね、やってたよね、うん、あと真面目さがちょっと、あの、几帳面さがちょっとないから、うん、基本的にマイペースすぎるからね、うんうん、そこをね、足してに、ここ足してにだったらすごいごく普通の人間出来上がるんだちょうどいい塩梅の人間が、そうそうそう、反対すぎてよく成り立ってるね、うん、ね、
なんかこれから頑張って。いや、需要と供給がなりきってんだよ、ここは。そうだね。ミコは？ああからの年か。なんだろう、なんかやっぱりいつまでも、いやこのね、7年間もずっとこの圧を感じ続けてきたから、この圧はいい意味でも悪い意味でもこの圧は、はいはい、あのこれからも続けてってほしいし、やっぱこの圧の顔芸は武器だと思うから、あのこれからも何も芸じゃない、その顔芸はね、あの継続していって生まれてくるまんまの顔だちょっと黙ってあげなさい。そう、あとね、あのこの圧とは天国こなつかっこかりっていうね、いややったね、そうコンビを組んだ中でもあったじゃないですか、それであの緊張のねルミネのステージに立ってね、さあ、だしかもさ、はい、こうアップが結成した時にさ、はい、まあ比較的大人組って言われるのがうち2人だけだったじゃん、はい、そうね、最初の頃、そうだから、まあ、もちろんまだ未成年だったけど、うん、あの年上こう2人でやる仕事多かったから、うん、あね、2人で2人での思い出結構あるよね、そう、うん、最初の頃めっちゃこなちゃんと、ね、そういろんなのやって毎日ここ一緒にいたもんねやってたなって思うから、うん、なんかまたねどこかでそのコンビをね結成できたら、ね、あ、キスもしたよね、え、そうよ、そうじゃ、一番の思い出じゃない、それは言わないで、それはちょっと言わないでよそれは恥ずかしい、それは恥ずかしいじゃんでもね、あのね、はい、あ、これだけ、うん、あの、うん、コナツもそうやってアップをこれからも続けていくけど、うん、私も芝居好きだから、うん、なんか芝居を続けていきたいなって思ってるし、ミコ、うん、は逆に、うん、芝居一本にこうやっていくわけじゃん、うん、だからまたどっかで共演したいなって思う、確かにその可能性はあるってことだよね、それいいねって思ってるから、夏も負けずに頑張るから、お互い頑張ろうね、頑張ろう、なんかいいじゃん、いい話やないい話はい、じゃあ15日に向けてはい、もう15日はだからこの夏の顔芸を存分に、はい、出してほしいです、ニコに、うん、ニコにはいらない私の方は本当に一切向かないで、まっすぐ前だけを向いてやってほしいなと思います、期待してます圧を期待してます、いっぱい目合わせよね、うんうんうん、オッケー、はい、野村顔変わったよね今怖い、なんか求めてる顔してるよ、たくさん笑ってたくさん泣こうね、え何その顔、ありがとうございましたえー、嘘、嘘、それでいいの大丈夫、それでいいの、うん、そういいの、もう言うことないの、私もう大丈夫、入っていいですか、あ、どうぞです、皆さん、あれ、次2人だけじゃないんですか、あ、そうだ、おはよう、おはよう、ほら、みんな、ほら、ピッ、よし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 、じゃあ、よしよしよし、早く来なさい、早く、それな、あれ、さあ、では、はい、最後、2人で、いや、案外この2人心配だよ、椅子めっちゃ引く、それでは、お願いします、どうぞ、でもさ、この2人でさ、うん、ショールーム一時期さ、めっちゃ出てたよね、あれしてたよね、レギュラーじゃんみたいな、うん、そうなの、やってたのすごい思い出すし、たまにね、うん、ショールームパーってこう見てる時に出てくるの、うん、そしたら、あやのすごい黒いなって、そうだよ、いまだにその動画を夏の頃のね、見直したら、うん、黒と白のコントラスト半端ないみたいなのが出てきた時にすごい笑った、ね、うん、だってここも真逆だからね、うん、色とかも肌の色ね、そうそうそう、確かに、そうそうそう、そう、なんか若かったなって思ったよ、ね、その動画とか見て、そう、でも私、うん、そうニーコと、うん、あんまり喋ってないこととかに気づいて、うん、そう、なんか、うん、一回さ、どっか、うん、スカイツリーの中かな、うん、一緒ご飯食べたよね、うんうんうん、食べた食べた、そう、なんかそこで結構アップガの真剣な話したりとかちょっとうるさいんだけど、そう真剣な話したりとか、うんうん、英語ね、うん、通ってたりとかね、そうだよ、一緒に英語通ったんです、そう、だからなんだかんだ一体ミーコとは思い出あるなって、うんうん、確かにそうなんですよ、なんかね、なかなか直接対決で、あ、話せなかったなって思うけど、話すと、あ、そっか、そういうこと考えてるんだとかすごい理解できたりとかして、うん、やっぱ、はい、思い出もあるしね、好きです、うん、好きです好きですね、あだね、あだコンビでもあるよ、そうだ、そうだ、あだだね、ハンマーと鉄砲で戦い合った中でもあるしね、ね、ね、いや、なんか あの時、うん、私全然さお芝居の経験もないし、うんうん、だからなんかミーコが、うん、あの結構、うん、その舞台とかやってて、うんうんうん、お芝居の経験豊富だったから、うん、なんかその時はすごい頼もしいなって、うわ、
その時は気になっちゃった、ね、その時と駅伝の時はすごい頼もしいなって、うん、ありがとう、確かによく言われたな。ね、うん、あとはこれからちゃんと衣装のチャックを閉めて出るってことと、うん、そうね、それこの間も言われた。そう、よくのんさんに本番中にあげてもらったりとかもしてたから。そう、私それ結構思い出だわ。みくも思い出てんてんってあげた。みずのやつ懐かしい、それね。そう、だからこれからは締めてくれるね、のんみたいなね、お母さんがいないっていうことで、私は自分でしっかり、うん、あの自分の衣装をあげないとなっていうのを、はい、意識しながら、はい、これから頑張っていきたいと思います。頑張ってください。チャック上げてくれてありがとう。いえいえ。こんな感じ、うん、ですかね。はい、当たり前。こんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、こっちの椅子めっちゃ沈んでる、ね、じゃあ皆さん、はい、戻りますよ。いえ、おいでよ。しどうぞ。お待たせしました。言った時に明かりが反応してて、怖い怖い。さあ、ね、お待たせ。ちゃんとこうやってちゃんと話すこともないからね。そうですね。なんかだから改まって話すと何話していいか全然わかんないもんだね。普段からいろいろ話してるからさ。そう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 、1個だけあのちゃんと怒っといた方がいいよ。何？あのね、牛のレンガと色が。おい、いいほらねえ、笑っちゃう。それでもう笑い止まんなくなっちゃってさ、なんかガヤうるさいとか言ってファンのみんな怒ったけど、いやみんなのコメントのせいだからね。ねえ、レンガと変わらないで一回笑って、あやのなんか塗ってる。塗ってない、なんも塗ってない、ファンデーションしか塗ってない。そうだ、ミーコとコラちゃんに挟まれとうからさ。確かにね。え、ちょっとこの色の服着てこなきゃよかった、余計じゃないじゃないの。そうそう、だからなんかもう全体的にレンガね。でもさ、一時期焦げのんって言われてたよね。あの頃に比べたら白くなったよね。でもこれ以上白くなることないから。だってさ、初期の頃なんかだってもう黒だったじゃん。うるさいな。やばー、白光か。黒光、黒光、黒光結構問題でデコ出しとかもしたくなかったんだから。うーん、ほんとだよ、佐藤蓮が綾菜ちゃうわ。ふざけんなよ。いいね、皆さん。もう最高、お腹痛い、もうやだ。すごい、もうクララ話をしてる中で、はい、エンディングです。やばい、早っ。最後この話でよかったかな。本当だよ、あかんよな、あかんよ。みんなのせいだよ、皆さん、たくさんアイテムやコメントでの参加ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、面白いコメントありがとう。ランキングを確認しましょう。みたいな、はい、3位ちょっとじゃあ、ゆいかめかこかりさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位、あいせっぽんゆくさん、ありがとうございます。そして1位が、がくたさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあがくたさんは、まあ、2人かな。そうだね。あ、2人かな、2人から。いや、これはご希望メンバーいますかね。ご希望ご希望ご希望あ、アイベポエクさん日本語はいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ベッドンさん、レンガにしますか。アドさん、お願いします。レンガにしますか、じゃないレンガ、レンガご指名入りました。大丈夫、ちょっと白入れよう。うるさい、大丈夫、大丈夫。ほら、ね、みんなもうちょっと白くなった。じゃあ行きます。レフ番行きます。ガクタさん、ありがとうございます。これからも見てね。あ、白い白い、よし、よかったー。あ、やべ、レンガに戻った。うるさいな。ほら、もうどこ、うるさいな。えらもおい、ここ。さあ、じゃあここで、アプガからお知らせがあります。はい、まずは近々なやつから、近々なやつから、9月の15日がテンパル7人最後の、7人体制最後の単独ライブ、はい、ゼプト君にて行います。これが私たちの生きる道、ウェイオブアワーライフということで、はい、3時間も、はい、みっちりやります、うん、やばいよ、みっちりか。さっき言った酸素ボンベが必要なライブですからね。でも気軽に遊びに来ていただいて、はい、お待ちしてます。当日券もね、はい、出ますので。当日券ございます、酸素、はい、カプセルはございません。はい、ぜひ今の7人を目に焼き付けに来てください。はい、お待ちしております、はい、そしてで翌日9月16日はですね、はい、
旅立ちの挨拶ということで1回目はですね佐藤綾乃のセレモニー、そして2回目は千石みなみのセレモニーを行わせていただきます。11時かけ11時から、はい、最後に皆さんの皆さんに向かって、はい、あの旅立ちの挨拶をしたいなと思いますので頑張ります。はい、頑張ろう。最後のステージなので涙からしてきて、涙はもうちょちょぎってきます。そして、はい、ミーコですね。じゃあミーコの、あー、ごめんなさい、私事なんですが、そのラストライブの日9月15日に千石みなみの初写真集みなみの決意、ちょっと危ないなと思ったね、みなみの決意を写真集発売させていただきます。はい、歯がスカスカあのすごい刺激的な大人っぽい表紙から元気でフレッシュなその裏表紙だったり爽やかと大人っぽさが溢れてるからいっぱい見るんだよ、あかりは。ありがとう、ありがとう。そしてね、あの舞台を、イザヒナという舞台を12月に舞台が決まりました。ぜひ見に来てください。皆さんありがとうございます。ありがとう。そして9月16日に、劇場版本当にあった怖い話2017が公開されまして、第2話の隣の男に出演しております。見れないけど、はい、怖い話、ミーコの最後の挨拶の前に本校を見て、ああ来てこれ、あ、そうだ、ね、そうだ、ね、あ、そう、でも夜なんですよね、何か、そう、なんかセレモニーで泣いて感動して、あの怖い、映画で怖いな、怖いな、もう一回泣きましょうっていう感じで、涙もすぐ引いちゃうよ、はい、そんな感じです。よろしくお願いします。そして、まあ、アップ側で、うん、9月の24日に、はい、5人体制初めてのライブを横浜アリーナの方でやらせていただきますので、ぜひイベントに参加するのね、単独ライブみたいになってから単独じゃない、それは無理だから、単独じゃない、すげえ、それは無理、やっちゃうよっていきなりすげえな、まあ、そこで単独やられるならね、もう2人卒業させないよ、ごめんね、ちょっとやりたかった、まず武道館埋めるわその前にまず武道館埋めるわまあ、その日KMF2017 というものに参加させていただきますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、お待ちしております。ショールームは全世界の人が見れるということで、10月の頭にですね、台湾にアプガと、あとニッキーのセレクトメンバーで行きますので、はい、ぜひ皆さんの詳細はまたちょっと後日ね発表しますので、はい、台湾の皆さんぜひアプガと、アプガ、アプガカッコカリとカッコニッキーに会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。5000人突破しました。ありがとう。5000、私古川小夏もですね、舞台をやらせてもらいます。案外もうすぐなんですけど、10月18日から新宿村ライブにて、アイーダという作品をですね、現代風というか、そのまあ面白おかしくアレンジしてお送りしたいと思いますが、アイーダ役やらせてもらいますので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。役だよ、みんなポスタードゥーンだからね、狙いで場所をしよう。やばいやばい。すごいよ。さあ、はい、僕が企画家に公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも毎週火曜日22時からショールームで生配信しておりますので、はい、ぜひ生でもご覧ください。はい、はい、そして次週の戦場係を見逃さないためにご覧の皆さんもハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。お願いします。お願いします。さあ、どうでしたか？久々の7人集合ですよ。ね、ね、すごい賑やか。いいね。賑やかでした。いいね。さあ、本当に。ね、たくさん話できてよかったです。ね、どんな話できて。NHK ニュースにがっつり出てるらしいです。おお、すごい。すごいじゃん。みんな情報本当にありがとう。すごい、ありがとう。へえ、NHK サホさんだって。やばいやばい。同時に存在してる。サホさん、すごいの。大丈夫、それいいの、いいの。それありなの。やばい、ダメじゃない。やばい、やばいよ。R の放送で。今も出てるって。マジがっつり。見たい見たい見たい。みんな録画してる。皆さん後で動画。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、じゃあ本当に最後になってしまいますが、戦場カッコカリを見てくれていた皆さんに、みーこと綾乃から一言ずつメッセージをお願いします。はい、そうですね、本当に戦場カッコカリで毎週戦い、戦場ということで戦いがあったりとか、まあ、みんなともお話ししたりとかして、本当に長い間お世話になりまして、本当にありがとうございました。でもこれからもね、5人ではね続けていくじゃないですか。だからたまに戦場に
訪れたい。マジで？マジ？あのいいよ、いいよ、待ってる。背景とかにちらって映りたいなって思うので、アップが柄にハリウッドのハリウッドのニュースを持って、ハリウッド決まったら来て、はーいって、朝ドラとかね、決まんなくて、朝ドラいいよ、朝ドラも OK、 朝ドラとかね、 OK、 じゃあそのご報告を持って来れるように頑張ります。これからも戦場かっこかりをよろしくお願いします。ありがとうございました。では、あの、はい、本当にありがとうございました。なんかね、たくさん出場させて出場あ、戦場だからねそう、合ってる、合ってる、合ってるよ、させてもらって、なんかもう本当に全然話すの得意じゃないけど、なんか戦場かっこかりに毎週出るのを本当に楽しみにしてたので、うん、これからは見る側に回って、あの皆さんのアップが皆さんのって1位になってよ、そうそう、スタンプスタンプね、やめてよ、そんな1位になって1位に、もう地味に見てますので、あやのからタワーいただきました、やめてよあとタワーお待ちしております、待ってます、ありがとうございます。あとすっごい面白いコメントしたヒロが、やめてよやっぱ面白いコメントが言っちゃうから、常に1位 に、 常 に、 1位に、もうやばいやつじゃん、あやの誰か1人目指して、毎週1位絶対目を出さないといけないのよ、22時でピックアップして、やめてよ、あの大喜利嫌いな佐藤あやのがコメントで笑いを取るまでめっちゃねえねえねえ、5分に1回タワー来たよね、やめて、ありがとうございます、ありがとう、バカじゃないの、頑張って稼ぎます、頑張って優しい、優しい、皆様引き続き戦場かっこかりよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、ここで終了から、ありがとうございます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 、嬉しい、いただきました、かわいい、やばい、嬉しい、最後なんだ本当に今実家巻いたね、ありがとうございます、お花、いい香りだよ、お花、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。2人は卒業してしまいますが、5人ではまた戦場かっこかり続きますよね、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 もちろん続きます、びっくりした、びっくりした、びっくりした、じゃあ、まあ最後なのでここでスクショタイムを、おー、じゃあ曲まで近寄ろうよ、みんなでつむつむみたいな、います、います、ではスクショタイムスタート、イエイ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 、なんでアゴトがってるの、イエイ、5、4、3、2、1、終了、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ということで、これから15日に向けて私たちはあの準備に最初確認に入りますので、ぜひ皆さん9月15日絶対東京に遊びに来ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いしますじゃあさおさん最後に9月15日に向けて意気込みいただいてもいいですか、はい、はい、どうぞ、もうね、うん、泣いてる暇はない、それ今自分に聞かせてもらって、自分に聞かせてもらって、かわいい、最後まで聞いてあげよう、かわいい、違います、かわいい、泣いてる暇があったら汗をかこうそこで水分使うのね、そう、はい、そうだね、そうしましょう、たくさんよろしくお願いしますよろしくお願いします、それが盛り上がっていきましょう、ということで本当にお別れの時間がやってきてしまいました、今日も、ご視聴本当にありがとうございました、ありがとうございます、まなかとしあと台湾さんから、タワーが来ております、ありがとうございます、台湾、それでは本当にお別れです、以上アップアップガイズカッコカリでした、バイバイ、ありがとうございます、ありがとうございました、バイバイ、戦場ありがとう激しい